続いてのニュース、こちら、神楽奈々溺れる。先日シンガポールの某所のホテルにてインフィニティプールではしゃぐ神楽奈々の姿が目撃されました。準備体操もせず慣れない犬かきで泳ごうとしたところ足をつって溺れかけた模様。こちら、証拠の最新映像がございますのでどうぞご覧ください。こちら楽しそうにプールで遊ぶ奈々の姿がこのように収められています。誰よ、夜景がすごい綺麗なのよ。うん、よし、こちら次のニュースです。こちら、神楽奈々生まれ変わることを決意。先日過去最高体重に達したことが発覚した神楽奈々、今まで目を背けていた腹部等の贅肉たちと初めて向き合った模様です。はい。こちらはですね、寝起きあまりの体の重さにちょっとねぐったりしながら撮った映像なんですけども、はい、お分かりいただけましたでしょうか。ただいまご覧いただけました証拠映像の通り、必要以上の肉を蓄えてしまった神楽奈々はダイエットを決意しました。うん、